どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず、1、2、3、4、5個目がですね、こちら。1個110円の各なんかちっちゃいアイテムたちなんですけど、まあ、これはちっちゃいアイテムですね。なんか付録かなんかかな。バロンのフェイスプレート、戦隊ギアとアバトローギア2枚ですね。で、最後6個目なんですけども、こちら。1100円のカードすべて欠品のサウンドライダーバトル、おうちでガンバライトです。素晴らしい。すべて揃いました。過去に出てたやつが確かフォーゼとウィザードあって、で、その前にもディケイドとダブルのこのおうちでガンバライトのやつが発売してたんで、まあ多分これで全部揃ったんじゃないかな。3種類だった気がする。はい、状態こんな感じで。パッケージ付きなんですけど、まあカードはね、全部ないんですけど、まあ一応ね、僕が持ってるこの普通のライダーカードとかが使えたらいいなとか思いながら、ちょっと買ったんですけど、どうなんですかね。微妙なんでちょっとまあ、ちょっとそこら辺も試してみましょう。ちなみに当時の定価は4500円、結構高いね。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。ではまずはこのフェイスプレートとかこのちっちゃいやつはちょっと開けていきましょう。このゼロワンドライバーですね。ガシャポンベースだけど、一応これガシャポンでもあった気するんですけど、付録のやつな気するんですよね。こういうラメとか入ってるやつって確か。あーすげー、ちゃんと変形しますし、プログライズキーのさ、シールとかめっちゃ細かくない？はい、造形とかめっちゃすごいですね。で、もちろん変形もすると。うわぁ、すっげぇな、マジで。オーソライズして、変形させて、ここに装填と。うわぁ、すげぇ、ちゃんとこれ動くんだ。プログライズで変身と。っていうおもちゃですね。まあ全体的に状態もいいんじゃないですかね。シールが剥がれてたりとかもしてないんで、すごくいいと思います。すごいね。でもほとんど塗装で再現してるのが本当にすごいですね。あとラメ入りっていうのがまた面白くていいですね。で、バロンのフェイスプレートですね。まあこれは別にね、僕何個も持ってるっていう感じなんですけど、一応ね、まあ念のためちょっと110円だったんで買っておいたって感じですね。大丈夫そうっすね。まあ一応戦国ドライバーあるんでちょっとつけてみますか。うん、ちゃんと鳴りますね。うん、オッケー。これセイバーだよ、すごくない？普通にこれ持ってないんで、初ゲットなんで嬉しいっすね。はい。うん。かっこいいね、ライダー系のギアは本当に。アバタローギア。確かあれだよね、限定品だったかな。がね、これ2個あったんで2個買ったんですけど、全く一緒ですね。まあ状態もすごく良さそうですし、特にまあ問題なさそうなんですよね。じゃあとりあえずね、この3枚の戦隊ギアとアバトローギアをこのドンブラスターでちょっと読み込ませて遊んでみたいと思います。セイバーの戦隊ギアに関してはギアトリンガーで遊ぶのが正しいんですけど、今回ちょっと出すのめんどくさいんで許してください、すいません。まあ一応これでもライダーって認識はすると思うんですけどね。あ、すごい、セイバーって言うんだ。おー、さすがに劣化抜刀の音声はなんないですね。ただでもちゃんと個別認識するんだ。それは初めて知ったわ。まあ、今回ちょっと必殺技とかそこら辺の音声は省かせていただきます。ちゃんとなります。ちなみにもう一個の方もね、全く一緒のギアなんで、音声一緒なんで、今回ちょっともう省かせていただきます。いやーいいね、セイバーがちゃんと個別認識したのは意外でしたね。では最後はこちらのおうちでガンバライドちょっと見ていきましょう。これ普通に嬉しいな、やっと3種類すべて揃ったんでめちゃくちゃ満足。結構ねこれもあんま見かけないんでね、おうちでガンバライド。このウィザードとかフォーゼとかのやつはまあ時々ね見かけることはあったんですけど、初代のねこのお家でガンバライドはあんまりね見かけない印象だったんで、すごくいいんじゃないでしょうか。まあ、変わったねパッケージの形ですけども、ちょっとこちら開けていきましょう。ポンと、お、
いいですね。中身ざっと取り出してみるとこんな感じになってまして、本体とこのパーツがついてますね。ちなみに中身こんな感じですね。ちゃんともうカードとかは入ってないですね。説明書もないです。じゃあ入ってんのかな、どうなんだろう。あ、入ってないですね。じゃあちょっと入れてみたいと思います。単三電池がね3本必要という電池入れたんで、音声確認もしていきましょう。まずはこのパーツをここにつけて完成ですね。カチャってもうつけるだけって感じですね。すぐ取れます、はい、では電源スイッチオン。おー、結構音ちっちゃい。あ、わかった。ここにテープ貼ってるぞ。結構音うるさいからだ。なるほど。ちょっと剥がすか。とりあえずちょっとこちらテープ取ったんで、電源スイッチ改めて入れてみたいと思います。ちょっとベタベタしてるんですけど、後でね、アルコール消毒のシートで拭いて綺麗にしたいと思います。では電源スイッチオン。おうちでガンバライド。ガンバライドのカードが使えるぞ。最強ガンバライダーを目指して、ハードボイルドに特訓だ。ガンバライド。おー、いいね。おうちでガンバライド。ガンバライドのカードで遊べるぞ。最強のライダーチームはどのチームだ。最強のライダーチームを作り出せ。ナレーション豪華だな。遊びたいモードを選んでベルトボタンを押してくれ。一人で遊ぶモード。まあじゃあ今回ちょっと一人で遊ぶモードをしていきたいと思います。決定。一人で遊ぶモード、試合を入れていけ。相手のライダーが現れた。前衛ライダー、仮面ライダー、クウガー。後衛ライダー、仮面ライダー、一号。見たことのないチームだぞ。君のカードをスキャンしてくれ。まあ、じゃあちょっと適当にやっていきましょう。ディケイドですね。通りすがりの仮面ライダーだ。前衛ライダー、仮面ライダー、ディケイド。ディケイ。お、いけた。後衛のカードをスキャンだ。じゃあちょっと響きとかはどうかな。後衛ライダー、仮面ライダー、響き。お、いけた。ベストパートナーだ。じゃあここに刺して。準備はいいか。行くぞ。完成ですね。ラウンド1。スロットフェイズ。タイミングを合わせてスロットを止めろ。必殺技だ。早っ。プレイヤーはタイミングを合わせてベルトボタンを押す。行くぞ。必殺技だ。必殺ディメンションキック。うわ、懐かしいな、なんかこういうの。このボタンさ、マジで筐体のやつと一緒だよね。当時ディケイドのね。ラウンド2。スロットフェイズ。タイミングを合わせてスロットを止めろ。CPU の攻撃。うまくかわした。プレイヤー1の攻撃。激烈アタック、相手に大ダメージだ。バトル終了。プレイヤーは仮面ライダー、終わったんだ。の圧勝だ。次は誰の世界だ。ファンタスティック。すごいな。おめでとう、君こそ最強のガンバライダーだ。結構早いね、終わるの。続ける場合は、ベルトボタンを押してくれ。あ、やめるんで。OK!、はい、おうちでガンバライド。ガンバライドの。はい、まあこんな感じで遊ぶことができると。結構なんかあれですよね。これの次が、確か、このフォーゼ。で、その次がウィザードなんですけど、まあ、これでね、3つ揃ったわけですけど、
結構いいですね。結構爽快です。後に出たやつに比べたら結構さっぱりしたゲーム内容で、なんかすぐに終わりましたね。ちなみにね、全体的な見た目はめちゃくちゃ良くって、こんな感じでシールのね、擦り傷、引っ掻き傷とかもそんなにないですし、剥がれたりとかもしてないんで、全体的にめちゃくちゃいい状態なんじゃないですかね。はい。てかこのベルトボタンのさ、この感じすごくいいね。すごく懐かしい。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。バイバイ。